オットマール・アンシュッツ取りの写真をオットマール・アンシュッツは、帝国時代のドイツの写真家、プロイセン王国、ポーゼン州、リッサ生まれ。動物園を施設して持っていたオットマール・アンシュッツは、動物の生態撮影のために、従前からあった、ローラーブラインドシャッターを大幅に改良、1882年シャッター膜を、千膜五膜の二枚にしてその間隔を2位に変更できるようにし、また、 幕の速度調節はバネの張力を加減することで変更できるようにし、この組み合わせにより1、10秒から1、1000秒のシャッター速度調整が可能なセルフキャッピング式、フォーカルプレーンシャッターを発明、1882年ドイツ特許を取得した。アンシュッツはこのカメラを片水型の試作カメラに組み込み、このカメラの原型は1891年に作成された。 これをもとに、ゲリッツが、アンシュッツクラップカメラを市販した。1889年、ゾートロープを改良発展させ、電気式シュネルゼアを考案した。ABCDEF、発明の歴史カメラピアニッシュも46から50、ジュメユタイプと高速シャッター。AB、再水根物語 P56。ABC、 発明の歴史カメラピアニッシュも53から57高級機に変貌する一眼レフジュメユタイプと高速シャッター ABC クラシックカメラ専果ナンバーに名機105の使い方 P125 ありがとうございます